です。お肉越しの私カメラが。このランご飯が。ニンニク我慢。一番好きなはず。こんにちは、ST48 の滝野由美子ことニンニクマン滝野です。今日はどうやらニンニクマンになりたい2人が来てくれているそうです。お願いします。こんにちは。こんにちは。はい、石田みなみです。はい、岩田ひなです。2人はニンニク好きですか？好きです。けど、うんうん、なんかアイドルとしてちょっと言いにくいなっていうのと、うん、特にニンニクマンにはなりたくない、うんうんうん、ニンニク好きだけど、うん、ニンニクマンアイドルはちょっとなりたくないかな、うんうん、いや甘い甘いですもうそんなんじゃニンニクマンになれないです。ニンニクマンになったらもうアイドルだからとか気にしなくていい。今日は2人が最終的にニンニクマンになれるのか判定もしたいと思います。あ、ちょっと待って。え？仕事中だよ。あれ？はい、もしもし、ニンニクマン滝野です。マジか。東京都港区三田にニンニクスライダーが名物、今年10月オープンの焼肉店があるんですって。至急向かいます。ニンニクマン滝野への情報提供ありがとうございました。急いでニンニクスライダーの謎を解明しよう。はい。溢れ出す香ばしい香り、ニンニクマン滝野、行ってきます。じゃあ撮りますよ、はい、せーの。到着しました。イエーイ。ここがニンニクスライダーで噂のプルシンさんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お店すごく綺麗じゃないですか、うんうん、めちゃくちゃ綺麗。今月4日にオープンしました。先週とか。すごい。ニンニクスライダーこのお店に存在しますか？あります。おメニューにニンニクスライダーってあるんですか？メニューにないんですよ。書いてない。書いてないね。どこにも。にもうん、あと私一つ気になったんですけど、はい、ここのお店ってあのカウンター席のみなんですか？確かに。そうなんですよ。それもなんかニンニクスライダーをやるにあたって意味があるんですか？そうですね。昔ながら の, あの焼肉店っていうところで、うん、カウンター席でみんなでこう楽しむような焼肉店をイメージしてます。でももうちょっとお腹空いてきちゃうんで。鉄板に乗せるまでの焼き方の、はい、全然想像つかない。あのニンニクスライダーどんなんか分かる？え、分かんない。スライダースライスじゃなくそれ確かに飛んでいくニンニクいっぱいスライダーみたいな。なんだと思う、ひなちゃん？え、ひなはあのプールの、わかる、こういうぐる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 みたいな感じでなんか流れてくるんかな。お待たせしました。こちらが赤ミックス小タレです。赤ミックス小タレです。おいしそう、はい、今からニンニクスライダーやりましょうか。お願いします。はい、せっかくだからね、今日見習いとして来てるから全然先に食べて。いいんですか？全然食べて。ニンニクスライダーいきますね。はい。え、なになに、ドキドキ。おー、ニンニク塩ダレも最後こうやってかけて、はい、うわー、美味しそう。すごい、ね、いや、すごい。はい、お願いします。はい、うわー、美味しそう。たっぷりニンニクが、ニンニクの匂いすごい。
何回見てもいいね、うん、でも正面からめっちゃいいいいよね、いいに絶景絶景絶景わあ、火がすごい、わあ。はぁ、お腹すいた。キャベツの上にお肉をのせると、ほうほう、あの保温効果もあります。へぇ、はい、焦げないんですね。そうですね、焦げすごいアイデア。へぇ、焦げない、お腹すいた、すごいアイデア。早く食べたい。ユミコがかわいそう。ニンニク我慢一番好きなはず。早く食べたい。もうできました。はい、どうぞ。完成。これは何ですか？こちら腕肉になります。いただきます。わ、すごい、お肉越しの私、カメラが。いただきます。うん、思ったよりニンニクだった。うん、ガツンってくるけど、うん、お肉の旨味とめっちゃマッチしてて、いくらでもいける。おいしい。かわいそう。放心状態になってきてる。食べていいんだよ。食べていい。白ご飯が食べたい、はい、なと思うんですけど、はい、ひなちゃんいる？ひなもじゃ、あ、じゃあお願いします、はい、私ももらっていいですか？先にお持ちします。ありがとうございます。ご飯だけもらいました。うまい、おいしい。これはもう早速食べるしかない。どれにしよっかな、ね、次これにしようかな。グリーンニンニクちゃんとご飯にのせちゃうよ。ご飯にのせちゃうよ。いただきます。絶対おいしいよ。このラーご飯が、うん、うん、味変だね。うん、え、あ、うん、うん、ゆみこ、はい、食べたいよね。麺の一つあげる。ほんとに、うん、いっぱいニンニクつけて食べなさい。すごい、すごい、逆お誕生日プレゼント。そうね、兄ちゃんのこの共通の日が、うん、お誕生日なんで、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。プレゼントたくさんいただきました。いただきます。おいしそう。いい匂い。いただきます。美味しそう。美味しい。もうタレがめちゃくちゃたっぷり、もう染みてる。もうなんか肉汁なのかニンニクなのか分かんない。でもなんか、うんうん、もっとあってもいいかも。おお。結構来たよね、ね、結構ね、うん、これで大体満足されるお客様が多くいらっしゃるんですけど、すっごくニンニク染めてていいんですけど、え、もっとあったりしますか？え、すげえ。ニンニクマシマシでお願いします。かしこまりました。ニンニクマンさんのスペシャルセットをお持ちしますね。ありがとうございます。お願いします。専用、はい、すごい。お待たせしました。ニンニクマンさんのスペシャルセットです、お、ニンニクのタレの量が、ニンニクと赤ダレをマシマシにしました、ニンニクマンさんスペシャルのミンスラー行きますね、はい、お願いします。すごいな、ニンニクの量、ね、うわなんか威力が違う、ね、やっぱニンニク効果で。お願いします。
あー、めっちゃいい匂い。あ、すごい、ここまで来る。すごいニンニクの匂いが。煙も火も増し増し。増し増しになる。後ろの GoPro が止まっちゃうぐらいの威力でした。もうなんか、顔から行きたい感じ。ニンニクの匂いが本当にすごくって、ガーンってきました、一気に。うん、うんうんうん、あれだけ焼いたのにもともとめちゃくちゃニンニクがついてるから全然落ちてないんですよ、ニンニクが。めちゃくちゃ美味しい。こちら中落ちカルビです。中落ちカルビ、これってこれですよね、真ん中の。うん、え、だってこれだけでももうマジニンニク、そんなに。ゆみこそれ追いニンニクしたやつね、お肉。追いニンニクの追いの酔いだ。うわー、でも見えないじゃん、お肉。ね、いただきます。すごいニンニクの量。うん、うん、これなの、これ、すごい。ニンニクの国に行きましたって感じ。ニンニクの国に来ましたって感じ。ニンニクの国。ここにニンニク塩だれが置いてあって、カウンターに。これ自分でかけ放題なんですよね。うん、そうです。ご自身でマシマシしてください。食べます、ニンニクマシマシ。ちょっと興味はある。あるよね。正直食べてみたい。手元の焼きだニンニク塩だれをゆみこぐらいかけますか。はい、やっぱりたっぷり。ちょっと初めての挑戦すぎてなんか緊張する。ニンニクマンになりたいんだったらこれぐらいしてください。 なりたいかと言われても。はい、ですよね。はい、かけて。圧がすごいぞ、あの子。こんぐらいですかね。もっともっと。お肉が見えなくなるぐらいまで。お肉が見えなくなるぐらい。こうですか。初めて、初めて。もう2回ぐらい行くの。うわすごい。もうなんかすごい大変なことに。いただきます。すいません、やりすぎニンニクです。いくよ。ドキドキしてる。せーの。笑ってる、笑ってる。美味しいんだけど、やりすぎニンニク。美味しい、美味しいんだけどね。うん、美味しいって。塩だれめちゃくちゃ美味しい。美味しい、美味しい。ありがとうございます。自家製のニンニク塩だれ。うわ、ここに来ないと食べられないってことですね。そうですね。お、おお、あ、ニンニクたっぷりだ。わ、塩だれです。出てきた。出てきた。いただきます。うん、うん、うん、おいしい、おいしい、おいしい。このお皿で食べるといっぱいニンニクつけられるからいい。すごいな、このタレ。うん、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 かけてもいいんですかね。じゃあ、みたいな、みたいな感じで、ね、ちょっとだけ。わお、おお、わお、全然ニンニク丼みたいな感じで食べられると思うんですけど。初めて聞いたよ、ニンニク丼。思います。二次元。うん、最高。え、
そこにもニンニクを？ニンニク。オンリー。すごい。すごい。本当に？だってこれもうニンニクなんだよ。ニンニクにニンニクかけたあの人。ホクホク。こんなにニンニクマンユミリンぐらい食べる人いますか？ニンニクを。まだ見たことないです。ママだ。一週間だから。あ、そうか。始まって。これからいっぱい来ると思います。ありがとうございます。常連さんになる。滝野のニンニクリザルト。イエイ。今日訪問させていただいたプルシンさんはニンニク度5。おお、スタミナ回復度5。五。SNS 映え度5。おお、満点でーす。もうニンニクたっぷりで回復力もありますし、あとは火が上がってくるところが SNS 映えだなと思って満点をつけさせていただきました。ごちそうさまでした。この後はニンニクマン見習いの合否発表をしたいと思います。不合格です。うえー、うえー、なんでですか。やっぱりニンニクをつける量がちょっと足らなかったなって思うのと、ニンニクしか食べないぐらいで来てほしかったですね。はい、今日お誕生日だからあなたはケーキを持ってきましたね。持ってきましたね。もらったケーキを、はい、そう、あのケーキにニンニクが入ってなかったので、ちょっとそれは私のせいじゃない絶対。不合格です。険しいな。合格する人いる。ニンニクの量が多いみたいな感じで言ってたんですけど、それをもう普通としてニンニクマンの活動はしてほしいので、それが普通になった頃にもう一回来てほしいなって思いました。ニンニクマン滝野は人に厳しくニンニクに優しくのモットーなので、人に厳しくニンニクに優しくのモットーなので、じゃあこれをプレゼントするので、はい、大切に持ってくれると嬉しいです。ひなにん、かわいい。ひなにんな、ミニはい、じゃあ次もニンニク食べに行きましょう。まだなんだろう、まだ行きましょう。行きますよ。見習いですよ、ほら。行くよ。はい、師匠。はい、どこに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニンニクマン滝野に食べてほしいニンニク料理やニンニクに関するやってほしいことがありましたら、SNS でハッシュタグニンニクマン滝野でどしどしつぶやいてください。YouTube のコメントもお待ちしてます。次回もお楽しみに。